1665年版の表紙、フィロソフィカルトランザクションズは、王立協会の発行する学術論文誌、哲学起用などと訳されることもある。創刊は1665年3月6日で、英語圏では、最古、世界的にも、フランスのジュルナルデサバンに次いで、古い学術雑誌であり、現在でも刊行されている最長寿の科学雑誌でも、ある。フィロソフィカルを名乗るが、 現在でいう教義の哲学を指すわけではなく、古い意味における自然哲学、現在でいう科学を意味している。最初に王立協会が設立されたのは1660年であったが、当初は非公式なものであった。後に、チャールズ2世の著教を受け1662年に、ザ・ロイヤル・ソサエティ・オブ・ロンドン。翌1663年に、ザ・ロイヤル・ソサエティ・オブ・ロンドン・フォー。 The Improvement of Natural, Knowledge と名称を変更するとともに出版の直興も受けた。これにより教会の漢字でもあったヘンリー・オルデンバーグが編集者となり1665年3月6日付で本詞の第1号が発行された。以降数世紀に及び同市上で科学上の重要な発見がいくつも発表された。その中には1672年のアイザック・ニュートンの最初の論文、 光と色に関する心理論も含まれる。以後順調に発展して、内容も多岐にわたるようになったため、八百八十七年からは、物理学、数学、工学分野を収録する、フィロソフィカルトランザクションス・オブザ・ロイヤル・ソサイティ A、フィジカルと生命科学分野を収録する、フィロソフィカルトランザクションス・オブザ・ロイヤル・ソサイティ B、バイオロジカル・サイオンセスの2詞に分けられた。 またこれらとは別に、Proceedings of the Royal Society, Biology Letters, Journal of the Royal Society Interface も同協会から出版されている。第1号以降、発行から12ヶ月以上経過した記事を PDF ファイルとしてオンライン上で読むことができる。ありがとうございます。